皆さんどうもお疲れ様です。新シーズンが始まって、ちょっとオルタナを放棄していたんですけども、続きの方をやっていきたいと思います。ちょっと私事なんですけど、なんかマイクが壊れちゃって、そう。なんかブーって音がもしかしたら鳴る可能性があって、ちょっと原因も今不明なので、なんかいろいろ買い物行ってきて、コード変えてみたんだけど、ちょっとなんかまだブーって言うし、なんかでも時々なんか放置してたら治るんだよ。これは俺も正直よく分かってなくて、ちょっと原因が分かる人はいたら、ムネちゃんまで連絡お願いします。ということで、みんなには関係ないのでね。まあ、まずは、今日もクリアしていきたいと思うんですけど、もう鍵を3つ手に入れました。で、まだ手に入れてないのはここに、まあ、5個もあるんだけどさ、今日は何がいいと思いますか？皆さん。決めた？そう。今日は、今日どうしよっか。今日ブラスターで行こうかな。ノバブラスターで最上階まで目指そうかなって思います。よろしくお願いします。あとなんか壊れた光明かわかんないけど、なんかマイクにエコーを乗せる技術を編み出しまして、はい。編み出しました。ハチ、今回も頼んだぞ。姫もハチのサポートは任せたよ。今日はどうしようかな。ノバブラスターこのメイン系のね、このコレクションがね、手に入るっぽいので、これですね、ここら辺をつけてやっていきたいと思います。ピンク狙っていこうか。ってことで今回は、メイン車、連射速度。これ、やっていきましょう。なんで壊れちゃったんだろう、マイク。本当に今、すごい、悲しくて。3、4個先の駅に買い物行って電気屋さん行ったんだけど、なんか結局ね、いっぱい買って帰ってきたのに何も変わらないっていう。ほんと時々壊れるんよな。なんなんだろうな。まあ、よろしくお願いします。今日は、ブラスターで、この、あれだね、ゲージだね。なんかみんなもうクリアしたでしょ、絶対。このブラスターさ、なんか、クマさんブラスターみたいに強くできるらしいからさ、ちょっとやってみたいよね。クマブラみたいに。はい、残り1個。なんかちょろいな。なんかブラスターの威力すごいない。ほら。ほら。なんか楽じゃね？連射速度もね、今ギアで上げたし。もしかして強い？あ、ちょっとハッキングしたのもあるのか、俺が。ハッキングして強くしたってのもありますね。インク系しかないな。これ変えれないの？これ変えれないの？フロアの。無理か。無理ならそうだな。インク効率上げましょうか。メインを強くしようか、ノバの。いや、久しぶりだな。俺サーモンラインやってたんだよ。このカンストしてたドンピコ。久しぶりにやったよ、一人で。カンスト。なかなかね、難しいですよ。なかなか難しかった。はい、よろしく。ああ、もう一人手に行っちゃった、あいつ。あいつ一人手に、ああ、戻ってきたんだけども。戻ってくるな。戻ってくるな。やばい。石大ちゃんが来てる。石大ちゃん、やめて。石大ちゃん。ちょーい。飛ばすなー、変なとこ飛ばすな。体で。ねえ、石大ちゃん。石大ちゃんダメよ。オッケー。ナイスクリア。いいね。無事にクリアしました。これ多分、マイクにこう入ってるよな。大丈夫だよな。ちょっと心配なんですけど。はい、次、爆発ダメージ。こちら行きたいと思います。ちょっとノバブラスター最強にしよう。クマさんブラスターみたいなの作れるらしくて、気になりますよね。行くぜ。ポータルを壊せ。ポータル壊す系か。これか。はい。はい。もうなんか連射してても倒せそうじゃない？ほら。なんか余裕じゃない？ブラスターだからかな。はい、はい。痛い。はい、オッケー。ラスト1個はどこかな？
どこにあんのかな？その青いとこか。そこか。そこか、石田ちゃんが来てるな。やばい、危ない。石田ちゃんはもうガン無視して、このまま攻めちゃう。オッケー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 。治ってました。治ってて、で、なんかちょっとエコーっぽくなってて面白かった。俺壊れたはずなんだけどね、から。良くなったかもしれん。壊れちゃったんよな、本当は。さあ、自販機で買い物をしていきましょう。サメライドか、どうしようかな。インク効率サブ。まあ、あんまボム投げないしな。これはまあ、スルーで。スルーでいきましょう。欲しいギアがあったら、買いたいけど。ピンクのパレットを作っていきたい。あ、いっぱい来てるよ。音波ダメージ。インクパチパチ。ボーナスついてるので、これいこっか。もしかしたらもう一個自販機あったと思うんですけど、今回はピンクをちょっとね、クリアしていきましょう。あ、やばい、猫ちゃんが機材を。絶対猫ちゃん壊したよな、機材。絶対。お、レンジカラーチップフィーバー、ありがたい。まあ、このフロアだけなんですけど。レンジってなんだっけ？なんか、貫通してない？貫通ってことか、今回。貫通が、ってことなんだね。いや、射程めっちゃ伸びとるな。貫通してなんか奥で爆発してるぞ、なにこれ。やばっ。なにこれ。痛い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 。痛い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 。痛い痛い、やばいよ、やばいよ。やばいけど、なんか射程めっちゃ長いから、いける。何このブラスター強っ。もうこの時点で強いんだけど。ボーナスだからか。やばい、ナイス。ナイス。次、インクパチパチ。かな？インクパチパチ行こっか。エリアですね。ここエリアを守りきるやつ。なんかさ、一番さ、ポータル倒すのが楽だよね。って思いました。なんかエリアは時間かかるしな。なんだかんだ。エリアをカウント取ってる時間必要だし。はい。あ、やっぱさっきの強くなってただけだ。勘違いしちゃいけない。そんなに強くない、この武器。今俺が持ってる武器はそんなに強くない。あ、やばい！やばい、変な音鳴り始めた。みんなごめん。プツプツ言ったらごめん。今耐えてる。どこだ？ここか。これやっぱ機材が壊れたのかな？気になるよな。なんか来てるね。はい、ペンカウント残り。守るよ。守ってるよ、守ってるよ。はい、オッケー。オッケー。ありがとうございました。よし。次は、インクショットダメ。こちら。こちらか。こちらですね。あ、いいじゃん。ピンクめちゃくちゃついてる。このままピンクたくさんつけていきましょう。ピンクだらけにしちゃいましょう。エリアを守る。またエリアか。お魚さんとか楽なんですけどね。はい、塗ったー。正面から来るのか。オッケー。オッケー、ダメージ上がってるし、倒せる倒せる。はい。なんか楽？あれ、なんか最初だからかな。なんか楽だな。はい、石田ちゃん来ないようにね。やばい、やばいの来た。来るなー、来るなー、塗られるなー。絶対に塗られるな。はい。はい、ナイス。強い。強いぞ。ちゃんと守りきった。ありがとうございました。音波ダメージ。これ、行きましょうか。矢倉ですね。ピンクだらけ。パレットピンクだらけで気持ちいい。行くぞ。今回なんか順調に進んでるね。まあ、やっぱハッキングで威力上げるの大事だったんだな。俺ずっと姫ちゃんのドローン強くしてたからね。まあ、でも姫ちゃん強くするのは好きだからだからな。いいことだからな。
でも威力を上げるだけで、早いね。進みが早い。はい。このまま行っちゃえ。このまま行っちゃえ。このまま行くんだ。インク回復して。はい。連れてきます。最上階へ。最上階へこのまま連れてく。おい！強いぞ、ドバブラスター。なんか今までの最短を全部クリアしてきてるよね。あ！なくなっちゃった。しかもエリアだけしかないし。ね、なんか、なんだこれ、爆発吹き飛ばしって。知らない、この爆発吹き飛ばしとるか。2個ついてるし。なんだろうね。もう9階だ。行くぜ。あ、ボーナスついてる。ラッキーカラーチップフィーバーありがたいですね。パレット見た方がいいんだって。見てみる？うわ！やばくね？なんかめっちゃついてるよ。ラッキーコンボ最大数とかなんか全部ついてる。ラッキーボム確率。ドローンバッテリー、あ、それ確率系が、ラッキーの確率系が上がってますもん。最高ですね、もう。あっちのエリアも取りに行かなきゃいけないのか。ちょっとめんどくさいけど。しかもこれ、飛ばなきゃいけないやつじゃないですか？はい。エリアまず取らないと、取ってから始まる。来るな！やばーい、来てるー！君もやめて！君もやめて！ストップされちゃっとる！プレッサーを倒して、え、どこストップされたの？どうすればいいの俺は。こっち？こっちね。はい。でもさ、姫ちゃんのさ、バッテリーとかあげたけどさ、今はさ、姫ちゃん系の武器取ってないからさ、意味ないじゃん。このボーナスあんま意味ないぞ。姫ちゃんがあんま作動しない。よろしく。あっち行かなきゃ。あっち行かなきゃ。守れ、エリアを。エリア守れ。オッケー、エリア守った。多分また出てくるよね。はい。はい、上に行きまーす。今度、こっちを守る。やめなさい。やめなさい。エリアを塗るのはやめなさい。憧れるのはやめましょう。憧れるのはやめましょう。行って、今度あっちだ。ちょっと待てよ。痛い。痛い。痛い痛い痛いね。残り2秒だから。はい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 。残り2秒だから、これ。守りきっちゃいましょう。危ねえ！いや、今度あっちだ！めんどっちいな、これ。痛い！痛い、もう何やってんの。君たちは。ここむずいよな、このステージ。はい。はい、カウント進め。あっち濡れてないわ。最悪だ。あっち濡れてない。また来た。ねえ。ねえ。エリア。エリア確保あと2秒。もう、大変だよ。死なないけど、大変だった。射程短いから。さあ、ボスです。ボスなのです。ここまで、なんか、楽勝だった。今までちょっとずつ苦戦してきたのにね。ブラスター楽だね。はい、行きましょう。あ、異界のカノンだ。異界のカノン来た、異界のカノン。きっと行ったーい。はい。どこだ？なんか着地で来るのずるいな。もう着地できたのずるかった。うわー、あいつだ。そっちにもいる。おいしょー、あいしょい、危ないー。この、スペシャルも取っとこう。はい、溜まったよ。スペシャルじゃん、アーマーだったね。射程うまく使えないから、ここに来る敵をこう、
こうやってね、壁際でこう、倒していかないと残りの一人どこだい？え、まだ来てなかったもしかして。ローラーくんだ！はい、普通に倒す。ナイス。鍵ゲットしました。新鍵ですね。ありがとうございました。新しい鍵ゲット。よし。先輩もハチさんも無事でよかったです。いい働きしていたな。さすがだよ。この感じ忘れずに行こうぜ、ハチ。やば、もう、信頼されてるからさ。もう信頼されてるからさ、もう、なんか、好きにやってくれよ、みたいな感じなんだろうな。自販機行きましょうい。ピンクのやつあったら、買いたい。ピンク。ピンクじゃない、パールか。パール買っとくか。まあ、サブとか別にもういいや。なんでも。どんどん上行きましょう。次は？わあ、ピンクない。ピンクないなら、メインショットのサイズ上げよっか。俺、このブラスター最強にするから。あとは、運だな。最強になるには、運が必要だな。エリアを守れ。一つでよかった。さっきみたいなエリアは、ちょっとね、だるいよな。めんどくさいよな。はい。うわー、いっぱい来てる。いっぱい来てるね。いっぱい来てるね。ナイス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 。あ！嫌いなやつ。嫌いなやつ来た。まずい。まずい。まずい。オッケー。はい。なんとか倒して、ここら辺の子もね、ちょっとなんか邪魔してくるね。はい。はい、オッケー。この子は上の部分を倒しておけば勝手に爆発するんで楽になるということで、はい。やばい、ちょっとマイクが変な反応してきた気がする。心なしか。うわ、ここにすごいいっぱいある。イエーイ、楽勝楽勝、イエーイ。ブラスは強いね。これ強いね。あ、来た、赤。え、でも、ホーミングも良くない？ホーミングめっちゃ欲しいけどな。まあ、赤で余裕あったら取るか、ホーミング。はい、よろしくお願いします。あ、これマイク直ったのかな？時々変な音鳴るとき、どうすればいいんだろう。言ってる気がすんな、まだ、今でも。気にならないだけで。言ってるね、これね。直したいけどねー。直らないんよな。今日はなんか、集中力を取られる、ここで。ナイス。ナイス。余裕だ！余裕だ、これ。お、イシダイちゃんか。この爆弾くんも倒せるので、倒しといて。上から来た子も、はい。はい、ブラスターで。はい、足元にはホップソナーを置いとけば、勝手に倒してくれるでしょう。きっと勝手に倒してくれるので、石田ちゃんも倒して。はい。めっちゃ強い！めっちゃ強い、これ。はい。え、なんか今までで一番簡単だ。みんなおすすめだ、これ、ブラスターが。さらに強くなるもんね。メインの連射速度、速度。連射速度も上がるし。トラブルでもこれかける2だよ。欲しいけど、俺はピンクが欲しいから自販機行こう。楽だし。楽だしな。はい、自販機コーナー行きましょい。お！爆発ダメージ、これ買おっか。次のも買える。あ、強い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 。あ、全部変える全部変える。強い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 。やばい。やばい。めっちゃ強くなった。めっちゃ強くなった。爆発ダメージ。うわー、いいね。あー、ピンクない。爆発のサイズ上げようか、そしたら。え、これ、クマさんブラスターにどんどん近づいてんじゃない？あと、連射速度上げて、いきたいですね。ほら、速い。
強い強くなってる。ほなに、あれを倒せばいいの？これ倒せばいいか。うい。この連射で。この連射で。はい。倒したとて、ここにもいるね。はい。ちょっとこれを蹴らせていただいて。で、インクがないんだよな。インクがない。一瞬ちょっとインク回復しに戻ろうか。もう完全にこの子たち無視して。やばーい、来てる。完全に無視しました。完全に無視した中で石大ちゃんを。僕は攻撃する。オッケー。ナイス、ナイス、ナイス。ありがとうございました。はい、戻ってきまして。どうしようか。突撃ダメージ？メインショットのサイズか。やるとしたら。これだな。メインをどんどん強くしていきましょう。気になるねー、この変な音ね。なんか新しいの買わなきゃ。ボールを運びましょう。なるほど、2個運ぶのか。いけ！落ちないように！そう！あ、落ちた？いけ！いけ！行き過ぎた？ごめん、飛び過ぎた。飛びすぎたー。飛びすぎたけどなんか、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。一個はもうこのまま離しとけばいいか。で、なんかもう一個ここにあるので。よいしょ。破裂。オッケー、一個ついたよ。あれ、二個ついた。向こう勝手についたぞ。ラッキー。めっちゃラッキーだった。爆発ダメージ。トラブルついてますけど、これ行きましょうか。え、めっちゃ強くなってるよ。これ。めっちゃ強いよ。ブーって音さえ鳴らなければ、今日めちゃくちゃいいのに。すべて邪魔される、このマイク。アイテムドロップなしだって。って言っても別にそんなに苦じゃないかも。普通に今メイン強いから、この連射を。あ、来てる来てる。来てるけど、もうワンパン、ほぼワンパンで倒せるからね、これ。爆風で。ちょっとこれめんどくさいから倒しとこうか。彼だけ倒しておきましょう。はい。はい。彼だけ邪魔だったのでね、倒しておきましょう。ね、このまま送って、連射めっちゃ早いぞ。関門到達したので、これはもう関門到達の波状で倒す。オッケー。で、次ですね。次、どんどん。どんどん前に出していこう。どんどん前に出すよ。インク回復ソナー置いてからの、連チャン連チャン。はいはい、もう無視無視。完全に無視。完全に無視です。はい。はい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 。ノバ強くね？ノバ。ノバ強くね？インクパチパチいく？インクのパチパチいこう。あ、やばい、赤だらけ。強。やばいな。普通になんか楽しいな。行きました。エリアに来ました。やって参りました。あ、これ守るやつか。ボブの子だけだ。倒せるな、でも。はい。はい。前さ、エリア塗らないでここ倒してて面白かったよ。もう、水に落としてるわ。もう、いいでしょ。もういいでしょ、君たちも、もう、来なくても。もういいよね。もう、かわいそうになってきた、なんか。はい。もう、諦めな。君たち、諦めな。壁に当たっちゃった。はい。はい。なんか、わけわかんないけど、ただ撃ってたらみんな死んでく。なにこれ。はい。はい、ナイス。はい。あ、爆風がでかいからかな。すぐ。え、やばい、めっちゃ簡単。本当に簡単。大丈夫か、猫ちゃん。猫ちゃんが暴れ始めた、今度は。もう。
あ、見て、かける2倍ある。メインショットダメージ。かける2倍きました。また強くなる。いいのか、こんな強くなっちゃって。今回楽に倒せるかもしれん。みんな。楽に倒せる。ねえ、喧嘩しないで。にゃんこたち。俺、ヤグラを運ぶミッションがあるんだから。はい、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 はい。いけいけいけ。いけ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 。インクだけなくなるし。痛い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 。射線切れてるここ。はい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 。このままどんどん次に運んでいきます。いけいけいけ。あ、すごい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 。これ置いとこうか。もう完全にガン無視してる。ガン無視、ガン無視、ガン無視。はいはい、波状来た、波状来た。で、ラストの関門ですね。ラストの関門、もう、弾にすら当たってないっていうね。はい。はい、いけ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 。やった。敵ガン無視でいけんの、やば。なんか、トルネード強いよってみんなに言ってたじゃん。無限トルネードって言ってやってたじゃん。あれも強かったんだけどさ。なんだろう。なんだろう、これは。楽だな。すごい。楽だな。あ、回線ロンド、これも、ちょっとごめんね、もう。ブラスターの敵じゃないかもな。あー、こんにちは。あ、これか、敵。もう俺の敵じゃないかもしれん。あ、でもインクなくなっちゃった。まずい。インクが出ないよ。危ない。危ないね。あ、バレちゃったね。あ、敵がたくさん。敵がたくさんだけど倒すのも楽だ。もうどんどん攻撃だ。危ねえ。危ねえ。死にかけた。危ねえ。ちょっと死にかけた。ダメだ、これ舐めてちゃダメだ。直接直撃すると3発で倒せるのはすごい強い。あ、でも上の方に行くにつれて防御力が上がってるね。またトーピードか。またトーピードみたいに来てるな。よし、インクが。インクだけ危ねえ。はい。これ壊して。次のやつはあそこか。はい、壊した。いで。ラストかな、これ。ラストかな。おい、待て。待て。犬みたいに追いかけてる。待て。ちょっと待ってくれ。ちょっと。ちょっと。ちょっとこれ避けながら。あー、縄跳び。なに、なに、なにこれ、なにこれ、なにこれ。来た向こうから。あぶらぶら当たらずに全部避けた。ごめん、全部はちょっと持ったけど。同じタイミングでね、かわせばいけたね。ナイス。いいね。もっと強くなるぞ。あと、10個パレット手に入るもんな。あ、来た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 。自販機で。買えるやつ買っちゃおっか。それか、買えるやつか、うん、ピンクのやったら買っちゃおう。あった！メインクショットダメージ遠く。あった！顔顔顔顔！間違えた。在庫全部、切らします。1200、オッケー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 。オッケー、めっちゃ強くした、めっちゃ強くした。やばいやばいやばい。最強だ！あと、連射速度上げたいですね。サイズか。サイズいこっか、これ。これあれだ。魚だ。多分これ魚。うわ、ラッキーカラーチップか。なるほど。魚を、まあ、パーって倒せばいいんじゃないの？こうやって。
射撃どこですか、もう。はい。これを罠として使って、あの子は勝手に俺の、ソナーにやられてもらおう。あ、一発当たったけど、遠いですね。はい、はい、はい、はい。残り一体。あー、ソナー当たってたけど、ソナーのダメージが低いかもな。これ。やべ。やべ。助けて。助けて。攻めすぎた。攻めすぎた。攻めすぎた。インクパチパチでもうやられてくれ、それ。ねえ、追いかけっこしてる、ずっと。ねえ。ねえ、待って。待って。はい。逃げるのうまいな。逃げるのがうまい。ただこれどんどん強くしてるぞ。ブレーキ A 弦、ラッキーボム。ブレーキ A 弦いこっか。激ムズって書いてありますけど、今の俺なら多分大丈夫だと思う。紫で強くしてるし。紫じゃない、ピンクか。なんかめっちゃ早くね。今回。今回の、今回の再動弾めっちゃ早くない？もう、壊しちゃうわ、これ。激ムズって書いてあったけど。インクはちょっと管理が難しいけど。ねえ、これ。激ムズって書いてあったけど、このまま倒しちゃおう。はい、2個目。2個目でーす。これが2個目でーす。もうゴリ押し、ゴリ押し。ゴリ押し、完全になるゴリ押し。あはは、強っ早っ！え、マジで早いじゃん。マジで早い。インクショットダメージきた。メインの射程も来た。あ、どうする？インクショットダメージ。インクショットダメージいきたいな。でもこれ魚だからちょっと大変な。毎回一魚に苦戦してるから。なんかもっと早く倒す術ないかな。ちょっと周り塗って、周り塗っ、あー、なるほど。ピラミッドの中で戦うやつだ。これちょっとね、隙をつかないと、こういう隙をついて、倒していこう。上から。残りどこだ？いてー。魚どこだ？危ねえ！危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ！魚どこ行った？残りの魚がいないぞ。俺が探してる魚がいないぞ。探せー。え、どこ？あ、いた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 。待ってー。もうなんかすごい襲われてるけど、ガン虫。いたー、いた、はいー。上からなんかその、くるくるしたやつで行くのは、すごいいいかもしれない。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。はい。帰ってきたんですけど、メインの射程とか、メインを強くできるんだけど、自販機もあんだよね。これは自販機で連射速度とかあったら欲しいな。一番欲しいな。25回まで来たよ。猫ちゃんも来たし。はい。あー、真珠か。真珠だけ買っとこっか。真珠だけ買いました。はい。戻れで、次は ?26 回かな？あ、来た！インクショットダメージと音波ダメージ。トラブルついてますね。トラブルやっとくか。音波ダメージ。これ、姫ちゃんのやつかな？姫ちゃんの音波のやつだと思うんだけど。もう、でも、タコさん見えてるな。小タコさん見えてるな。全塗られ！あ、なるほど。全然苦じゃないぞ。全然厳しくもなんともないぞ、これ。ほら、もう、まずね、全塗られしたとて、最初に打ってもう、インクだけ大変なんですけど、インク管理だけね。こう、インク管理だけしっかりできれば。はい。はい、上から行こっか。怖いでもこれ上から。怖いこれ。アーマー取ったからいけるわ。
あははははははは。オッケー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 。強。ゴリ押しすぎる。次は、ブレーキエーゲン、ホーミング。ホーミングいっとこっか。ここで来たホーミング。勝手に、合わせてくれるやつや。どっかで自販機で一回大量購入したいのと、あと連射速度上げたいよね。今威力はあるんだけど、この武器の。連射速度がないから、クラッシュブラスターぐらいまでちょっと強くしたいなと思ってて。まあ、そこまで行きたいですね。はい。ホーミングしてるので、ここに撃っても多分当たんのかな。そういうホーミングなのかな。わーい。こんにちは。こんにちは。わー、当てられちゃった。痛い。インクもなくなっちゃったね。ちょっと危険。ちょっと危険だけど大丈夫。こっちにもいる。こっちにもいた。ナイスー。ナイスー。あとここか。はい。まあ、もう余裕っしょ。ナイスー。ちっちゃいやつは余裕。ちっちゃいポータルはもう本当にすぐ倒せる。大きいポータルがインクなくなるけど、ちっちゃいのだったらもう何度でも、何回でも倒せる。遅くした敵ダメージとかなんか激ムズあるし、ポータル行こうか、ポータル楽なんで。激ムズって書いてあるけど一番楽かもしれん。ごめんみんな嘘ついたね、今までね。本当にあのブラスターのメイン強化が一番強いかもしれん。ハッキング込みのダメージ入ってるけど、一番早いかもしれん。あ、そういう感じね。もうちっちゃいやつはもう一瞬なのよ。ごめんね、なんかもうちっちゃいの一瞬で、もう巻き込み事故だもん、ほら。ほら。ごめんって。もう巻き込み事故なんよ、ここまで来ると。ほら。ごめんね。どんどん行っちゃおう、はい。ポータルどこかわかんねえけども、いいや、どんどん行っちゃう。はい、ごめんね。すんませんね。はい、ポータルもやった。ポータルじゃない。ソナーも置いといたよ。あとは、君を撃つだけ。君を撃つだけなんだけど、インクだけ。オッケー。早っ。真似してください、ぜひ。早い、これ。めっちゃ早い、楽。あと、ブーって音がどんどん、なんか、来た。来た。メイン連射速度来た、みんな。これ、欲しかった。これ欲しかったやつだ。ここ行こう。で、最後、小田子までの回にしよう。どんくらい早い？あ、そこそこ早くなりましたね。もうちょいね、早ければね、楽しかったんですけど。まあ、その分インクもなくなっちゃうんだけど。まあ、さ、これ行っちゃおっか、敵陣地。敵陣地行っちゃおう、これ。敵陣地行っちゃう。はい。インク回復ここでするから。相手が間に合ってませんよ。相手が間に合ってないですよ、これ。ねえ、もうここまで来る人、なかなか最初の方では現れないよ。ねえ。間に合ってないよ、敵が。連射速度打ちたいのに。打てない。ああ、インクなくなっちゃった。はい。チョコ、打っとこ、チョコ、打っとこ。はい。はい、あと、ちょっと。はい。リスキルマン。更新した。残り1分か。あ、残り1分じゃ、残り1フロアだ。頑張りますか。さあ、どうしよっかな。コントロールルーム。どう料理してやろうかな。タコ。やっぱ茹でてタコ焼きにするのが一番美味しいか？タコはやっぱタコ焼きとして食べたいけども、タコ焼きってあれはほとんど小麦粉だからタコの味全くしないんだよな。ぶっちゃけ中はウインナーでもうまいしな。タコはどうやって食べるのが一番うまいんだろう？刺身か？やっぱ。来た！小タコを説得してみろ。もう何度も起きてるから。あ、でもさ、そのうちさ、いろんな武器で言ったら説得したことなんのかな？コナコは一生それとも戦わなきゃいけないんか？説得した人もいますか？
あ、でかくなった。あのちっちゃいタコの中にこんなでっかいのが潜んでるってすごいよ。どういう質量が入ってたの？あ、来た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 。ちょっとじゃあ実験してみようか。俺のこの新しくなった武器で。あ、強いわ。あ、もう関係ないや。もう強いや、これ。あーあーあー。あと、インク効率だけ。あればね、最強。はい。はい、こんにちは。もう攻撃させる暇もないぞ。イェイ。もうちょい強くできるかもね。後からやったらね。さあ、手が出てくるのか？オッケー、出てきたね。失礼しまーす。失礼しまーす。次、君たちですね。失礼しまーす。こんにちはー。あー。あ、もう終わった、もう終わった。割れるよ。攻撃。やばい。あ、でもインクなくなった。今ちょっと危なかった、一瞬。インクなくなったもん。はい、オッケー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 。ラスト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 。ラストのタコたちどこかい？どこに来るんだい？手が、来ましたね。このまま、一個は壊せそうだ。一個壊せた。残り多分三個ぐらいあるよな。待って、レーザー使ってる。あ、たまには強いことしてる。たまにはっていうのもなんかあれだけど、パチパチダメージ強っ。パチパチダメージが強い。はいはいはい、2匹目2匹目。でもこのまま行っちゃおっか。割に。サメライド完全に無視。サメライド完全に無視していこう。何？遠いね。デコイチラシまでやってくれるし、なんかちょっとめんどくさいね。はい。はい、倒したよ。で、最後、ここにいるので、おいしたい、おいしたい。おい、オッケー、オッケー。このまま攻撃します。このまま攻撃させてもらいます。3000ダメとインク回復と、もうレーザーなんて関係ない。あぶれあぶれあぶれ。おい、えい。早いめちゃんこ早かった。最速です、今までで。動画時間1時間超えなかったことなんてない、超えることしかなかったんですけど。ついに。ついに。はい。余裕で勝てました。一回も死なずに。やっぱ強化するのが、近道なんだろうな。俺強化しないでクリアしたけど。最初はね。あ、タイム23分29秒という。とんでもない速さで。もうインク系を積みまくった結果ですね、これは。イエーイ。で、この真珠もまた強化に使うんでしょ。楽だぞ。あ、やった、オーダーブラスターもらいました。せっかくなので開けていきましょう。次の補充なんだろうね。あ、開発日記。ローラーですね。ローラーももらいました。あおりちゃんのローラーです。それと？おー、真珠ね。真珠か。なるほど。これもらったわ。ジムワイパー早く欲しいな。なんかイソギンチャクとか虫みたいで可愛いんだ、あれ。イーラ図鑑。ちょっとパート3見ていこっか。ネルシャのシステムを探ってタルタル総帥の極秘ファイルを見つけた。タルタル総帥？消毒の仕組みが分かったのでメモしておく。消毒は対象者の思いや記憶を抽出して練りメモリーとして保存する。消毒後の対象者の魂は空っぽというか、骨組みだけの状態になる。骨組みの部分にダミーの情報を与えれば対象者を制御できる。え、怖い。ある程度は推測していましたが、恐ろしい仕組みです。8号さんが記憶を失っているのも消毒の影響でしょうか。でもこれで希望が見えました。消毒された魂に練りメモリーを通してあげれば元に戻る可能性があります。あ、だからか。だからオクトエキスパンションやったことあるんですけど、
なんか記憶がないみたいな状態だった。あ、多分もしかしたらそういうこと？あ、そう、その後の、じゃ、そう、じゃ、オクトエキスパンションの後のスプラトゥーンで、その、消毒されてたせいで、なんか、今、この、ネリバースに来たとき、秩序の世界に来たときに記憶がなかったんよ。ああ、繋がったわ。なるほどね。本格起動してますね。イーダちゃんすごいわ。天才だ。前に当たり目さんが言ってた魂のどうのってお話、真実を言い当てていたのですね。鋭いおじさんです。テンタクルズも順調です。ワールドツアー用の曲もできて、練習もバッチリ。先輩は暇さえあれば反復横跳びをしています。かわいい。あとは本番を待つだけですね。ドキドキと。日記を覗き見るのいいな。